はい、どうもゆうたです。本日は茂原ツインサーキットにやってきております。じゃーん。あのね、レーシングスーツがね届いたんですよ。注文してたやつがねようやく届いたんで、ちょっとこの格好で走っていきたいと思います。で、茂原はね去年48秒8だったかな、で47秒入れなかったんで、今シーズンはね47秒入れたいと思います。で、今日は GDB 最速の友達が来てるんで、あそこにちょっと一緒に走っていきたいと思います。タイヤの残量なんですけど、日光と TC2000 走っただけなんで、まだ溝は結構ありそうです。05にやっぱこのピックアップの少なさがいいっすよね。
本目は全然ちょっとタイム出なかったんで、なんか2本目はやっぱ雑になっちゃってピッチングがすごかったんで、次のちょっと3本目にかけて7秒出したいと思います。3本目ね、結局47秒入れず、朝一のこの48秒099っていうのがベストでした。多分ね、1回2回3回目ぐらいのアタックでベスト出てるんですけど、やっぱりね、あんまり突っ込みすぎてない頃合いの方がちょうどいいのかなという、ちょっと慣れてくると突っ込みすぎちゃったりとかそういうのがあってタイムが伸びないっていうのがいつもの俺のパターンです。まあ次来た時はね、47秒台は絶対入れたいと思います。あ、であとなんかちょっとクラッチが変な音がしたんで、それだけちょっと大丈夫かなーっていう感じではあるんですけど、はい、そんなところですかね。はい、こんな感じで以上です。